はい、どうもー、トシです。やいのやい。今日はですね、バリカンを使って 0.8 ミリの薄眉毛に整える方法をご紹介していきたいと思います。用意する道具は 0.8 ミリのバリカンです。注意するポイントは 0.8 ミリのバリカンで上下左右からガンガン刈っていくことです。誰でも簡単にワイルドでイケてる 0.8 ミリの薄眉毛に仕上がります。それでは実際に刈っていきたいと思います。このように上からも下からもガンガン刈っていってください。下からも上からもガンガン刈っていってください。次に左からも右からも、はい、左右から刈っていってください。はい、左側のみ 0.8 ミリで刈ってみたんですけど、いかがでしょうか。はい、こっちは右側は刈ってません。左側 0.8 ミリです。はい、違いがあると思うんで感じてみてください。はい、次に右側なんですけど、まず下からも上からもガンガン刈っていってください。このまま左からも右からも、はい、左右にガンガン刈っていってください。まあ、このように上下左右からガン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 刈っていくだけで OK です。はい、いかがでしょうか。 0.8 ミリのバリカンでガン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 刈ってみたんですけど、よく見て感じてみてください。イエーイのイエーイ。はい、こんな感じに 0.8 ミリの薄眉です。このように誰でも簡単にワイルドでイケてる 0.8 ミリの薄眉毛に仕上がりますんで、ぜひ参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイ。